ということで皆様、久々にやってまいりましたこちらの企画、超大人気企画でございます。ノープラン。いつぶりだ。1ヶ月ぶりぐらいのね、大人気企画でございます。みんなもすごかったコメントなんで、ザリガニョのこの企画だけが生きがいですみたいなコメントたくさん。何を話そうかとかも決めてないんだよね。高校の時にゲップ部入ってたので、ちなみにね、みんな知ってる俺が昔の入ってた部活、小中高ってずっと一緒だったんだけど、俺指パッチン口笛部ってところに入ってたのよ。もうほんと、ちなみにね、指パッチンのコツはね、この手汗が大事なの。俺すっごい手汗がすっごいの。おにゃの子とね、おにゃの子と手をつなぐ時とかも、なんか2分ぐらい手つないでるとちょっとこう湿ってくんのよ。あやで、水が垂れて、水も滴るいいお手手とかじゃなくて、スーパーに行ってビニール袋をこうさ、口開けるじゃん、こうやって。みんなだったらこう、ビニール袋の口開かないってなるけど、俺だったらこうね、する。今日12時からね、とある会社と打ち合わせがあったのよ。で、最近俺さ、昼夜逆転してて、朝6時に寝て昼の12時から2時頃の間に起きるっていう生活だったから、さすがにまずいなと思って、もう11時に目覚ましかけたのよ。で、11時に起きてご飯食べてちょろっと運動してコーヒー飲んでから打ち合わせしようと思って、11時に目覚ましかけたのよ。で、まあいざこう11時頃目覚ましになるわけじゃん。もうさ、目覚ましなってる時はイライラしてるわけよ。もううるさい、眠いの、昨日7時に寝たから眠いのって。だいたい6時間くらい寝ないと俺スッキリしないタイプで、5時間しか寝てなかったから、いやだもう眠いんだから寝かしてよと思って、もう打ち合わせのことなんて完全に忘れてんの。でさ、 iPhone の目覚ましってさ、1回停止してもずっと鳴り続けんのよ。なんかちゃんとアラーム画面に行って、そのアラームをオフにしないとアラームずっと鳴るじゃん。もうあの仕様マジ何なのって感じなんだけど、ずーっと鳴るからもうやだやだと思って、で止めても鳴るし、もう何と思って、もううるさい、そろそろちゃんとアラーム画面に行って消そうと思って、アラーム画面に飛んで時計を見たら11時57分なの。半分で、マジで助けられた。 iPhone ありがとう。さあさあ、お片付けしていきましょう。あ、可愛くない？俺のこのパソコン、これノートパソコンなのよ。そうね、パカッと、持ち運びできるパソコンで。でさ、この部屋寒いのよ。この部屋寒くて、リビングはストーブがあるから、いつも俺ね、ここにデスクトップパソコンっていう、見えるかな、ここにね、ちょっとこれでっけえパソコンがあんのよ。このパソコンの方が優秀だから、こっちを使って仕事をした方がいいんだけど、この部屋寒いから俺さ、結局家でもノートパソコン使ってやってるの。こんなにいいパソコンあるのに、ずっとこれ。そんなパソコン、こちら、これね、何の時買ったんだっけ、昔グループ YouTuber やってた時があったのよ。で、グループ YouTuber の時に結構外出ることが多くなったのよ。だから、まあ電車とかでも編集できたらいいなと思って、12万ぐらいのパソコン、高いよね。12万は iPhone 買えるで、こっちの方がいいな。じゃあな、やばくない？これとこれが同じ値段で、怖くない？今平気でさ、 iPhone 新作、うわ10万高えと思うけど買っちゃうじゃん。やば、冷静に10万だよ。なんか分割払いしてさ、毎月にしてるからさ、安く感じてるけど実際やばいよな。このパソコンは一括で買いました。死にそうです。じゃあこれ紹介していきましょう。これは下北沢に奥さんとデート行った時の服屋さんでもらったステッカー、かわいいよね。で、これはファンの方にもらったやつ、サチェな気がする。サチェ覚えてるか、サチェ。で、これは俺の大好きな東海オンエアのやつ、これキキララさんからもらった、言い過ぎ、個人情報言い過ぎ、大丈夫、もらったやつ。で、これは東海オンエアの岡崎、これは自分が行った時だね、奥さんと一緒に旅行行きました。で、これは鬼滅の刃、これはね、グループ YouTuber の時になんか鬼滅の刃企画っていうのがあったのよ。鬼滅のモブキャラみたいなキャラクターを出して、このキャラクターの名前なんでしょうみたいなクイズをやって、見事俺が外しまくったので罰ゲームでめちゃくちゃブロマイド買わされたやつで、ほら、たくさんキラも当たってな、炭治郎と禰豆子でしょ、善逸、伊之助、これ、ウコン、サコンジ。ウコン、サコンジ、
こんなこん右左どっち、まあまあ鬼滅ばっかやな、鬼滅ばっか、ナルトにもありますね。あれ鬼滅の刃次いつだっけ、あれそろそろ始まるんだっけ。なんか最近見てるアニメはね、ブルーロックってわかる、サッカーのアニメがあって、それブルーロック見てんだけど、あれ面白いね。俺が昔見てたアニメは少年だからさ、俺やっぱ27歳のナルト、ワンピース、トリコ、ドラゴンボールかな。俺の視聴者さんさ 90% が女性で 10% が男性なのね。でそのちょっと 10% の方に言いたいんだけど、ちっちゃい頃さプリキュア見たくなかった。え、わかる、ザリガニ3兄弟でさ、兄、俺、弟っていう感じなのよ。で朝小学校の時ね、朝こう実家で朝ご飯を食べたりとか、夜ご飯食べたり、まあたまにするわけじゃないですか。ご飯を食べてる時にプリキュアがやってるのよ。でそのプリキュアを見たいんだけど、男だからちょっと見るのは恥ずかしいよねみたいな感じがあったの。え、これ結構あるあるじゃない？女の子はさ、プリキュア見ても仮面ライダー見てもなんかいいじゃん。だけど男は仮面ライダーはいいけど、プリキュアはキモくないみたいな、なんかあったわけよ。ザリガニの時はそういうのがあって。とは言いつつもね、3兄弟全員プリキュア見たいから、あの謎のルールがあったの。主人公が女の子のアニメでも男キャラが一人いたら全然大丈夫っていう謎ルール。マジで意味が分からん。てか机汚ねえな。あの、まあ、今に始まったことじゃないけどさ、なんかすっきりさせたいんだよね。このさ、これこのコード収納ケースダサいよね。これ物理的にこれ分かる？分かんないか。ちょっと近寄る？近寄る？いいよ。これね、マスキングテープで留めてんの。もうね、中にありえんほどのもうゴキブリですかみたいな。ゴキブリいる？何見えねえ。ゴキブリみたいな量のコードが入っててさ、蓋が勝手に開いちゃうから、こうね、物理的にテープで留めたんだけど、ダサいよね。まあ、汚ねえから全部ダサいんだけどさ。ここもね、綺麗にしなきゃダメでしょ？コード類だよね。コード経済成長。ここ。ああ、ここね。コードがね、いっぱい絡まってんだよね。これもダサいよね。机にこう引っ掛けてコードをまとめられる、なんかここに収納できるアイテムがアマゾンにあったのでね、欲しいものリストに入れました。よかったら買ってください。やっぱこういうところ綺麗な方が仕事できる感あるよね。ちょっと今もうさ、コード抜き出し、この青いのがさ Wi-Fi のコードで、まあ、こういうのも出てもダサいよね。やっぱこういうコードもさ、短いコードがあるといいよね。短いコードをアマゾンにないかな。なんか YouTuber 始めた時はさ、こういう小敷みたいなことはしたくなかったのよ。なんかダサいかなと思って、視聴者の方に買ってもらうってなんかダサッと思ってたのね、昔は。で一回だけ登録者1000人くらいの時かな、2000人くらいの時くらいに、ザリガニのさ欲しいものないのって言われて、私はザリガニの欲しいものをあげたいのみたいな、喜ぶ姿見たいのって言ってもらって、うん、まあいい、特例ねみたいな、まあ、いいけど、まあ、ありがとうみたいな感じで、その気持ちが嬉しいから、じゃあありがたく受け取るねって言ってこう受け取ったわけよ。で欲しいものリストに欲しいもの入れて、でいざお家に届きました。こんないいものをいただいてって言ってから、もう中毒。ツイッターとかインスタのプロフィール欄の URL を覗くとね、欲しいものリストがちゃんと入ってるの。ダメな子、ダメな子。どうなんだろう。でもさ、もし俺が岸くんとかね、自分の推しにプレゼントを送ってそれ使ってもらえると思ったら幸せだね。え、めっちゃいいじゃん。え、やばくね。岸くんがなんか俺があげたピアスとか使ってたら、岸くんピアスしないか。俺が送った前歯とかつけてくれたら最高だよね。ジャニーズってさ、デビュー組ってファンレター読んでるのかな。昔ね、このファンレター読まれる方法みたいなやつを動画出したんだけど、結局どうなんだろうね。ファンレター読んでもらったことある人とかさ、返信もらった人とか、送ったプレゼント使ってもらったこととかある人いる？ちょっといたら教えて。前髪長くない？2週間くらい前に髪切ったんだけどさ、むずくない？俺髪型がマッシュなのよ。このクソキノコなんだけどさ、このマッシュヘアって、ちょっと前髪にさ、かかってるぐらいがかっこいいじゃん。わかんないけど、美容院で切ってもらう時も仕上がりが大事だからさ、その日にいて、あー爪ぐれた、その日にさ、完璧にしたいじゃん。だから、前髪切りますかって言われても、あ、まあまあそのくらいでいいですって言っちゃってさ、髪切った2週間くらいからイライラし始めんだよね。もうこういうのやだ。ちゃんとセットしたらいいんだろうけどさ、セットとか苦手なんだよね。ちゃんとね、ワックスつけてとかアイロンやってとかした方がさ、きっとビジュアルいいんだろうけどさ、もうパジャマ。これも、シュワシュワ。
最近ずっとね、面倒なことは後回しにしてるのよ。スタジオは皿洗いとか後ででいいかとか、ゴミ捨ての後ででいいかとか、全部後回しに、こういう片付けもね、片付けとかも後ででいいかっていう感じで、全部後片付けにしてた。後片付け全部後回しにしてたんだけど、今日から1週間くらい後回し生活やめてみようかなと思って、あーこれやんなきゃいけねえなー、でも後でいいかーっていうのを全部やめて1週間行動してみようと思います。で、1週間後どうなったかね、報告したくなったらします。よろしくお願いします。はい、じゃあということでね、今日の動画でした。よかったらね、Twitter、インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローしてください。ちょっと TikTok 頑張っていこうかなと思いますので、 TikTok 頑張ります。そしてこういう雑談動画で面白かったところとか、お気に入りのところがあったら、 TikTok でね、連載じゃん連載漫画か転載してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日の動画でした。バイバーイ。あ、最近あれやってないね、ザリガニ。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。バイバーイ。